おいす、こんにちは、アメリです。今回は、村子さんがつぶやいていることに今気がつきましたので、はい、そちらの方をね、比較しながら、ああ、強くなったね、っていうところで、見ていこうかなと思います。はい、じゃあ、まずは、ドラゴンライダーですね。ドラゴンライダー、全部ね、ちゃんと育成してきましたから、今。絶対育成されてなかったから。ドラゴンライダーね、あのさ、昔さ、ライダーが出やすい時間帯みたいなのあったの知ってる人いますか？覚えてる方いますか？ね、この時間帯にガチャを引くとライダーがめっちゃ出やすいみたいな、ライダーガチャみたいな、なんかそんなのがあったよね。懐かしいな。俺が大学生ぐらい時代の頃よ、それね。はい、まあそんな感じです。はい、武器になってますこいつ、進化前。光と闇烈鬼を回復努力を 2A 場合のですね、まあ使わんやろっていう、うん、それでもなお使わんやろ覚醒もらいました。まあないよりマシですねっていうのをもらいましたよと。はい、で、次ですね、進化後に関しましては、光闇烈鬼とで 2A と回復努力とかは、回復努力がプラスになったよ、 2A もプラスでもう一個増えたよと。雲操作負荷を素手を持っているのは強いなっていう感じですかね。自動回復プラスが超覚醒に見えておりますが、でこのスキル2ターンになるみたいですね。はい、いいね。2ターンで闇と光生成できるって、なかなかその回収とかでもね、間つなぐのにいいんじゃないでしょうか。でまあ一番メインは多分この究極進化っていう感じですかね。究極するとスキルが4つになってますよ。封印あって 2A プラ2つの十字2つ、十強2つですね。はい、よくない？10強2つに 2A プラ2つあるの、普通に火力出るけど。で、あとは自動回復がなんか3つ持ってますね。もしかしたらこういう自動回復系の編成でも強いんじゃないでしょうかっていうところですけども。で、スキルはさっきと同じ2ターンになってますよと。もう普通に使える。普通に闇パのサブ、まあ闇と光の 2A パのサブで、普通に使える性能。まあ、いいね。いいっすね。烈鏡取られるのめっちゃ嬉しいんだけど、無駄な烈鏡が取られてるのめちゃめちゃいいなって思いました。はい。ということで、ドラゴンライダー、普通に強くなりました。現環境のサブにも入ってこれるぐらいになったかな。で、千代目ちゃんが、これがどうなってますか。2A はプラスになりました。非烈鏡が1つ増えました。スキルはプラスになって、暗闇は全部まとまって完封になりました。蝶つなぎ2つ偉いですね。で、あとは、キラーは変わらずっていう感じですかね。超覚醒は、スキルプラスが増えるのかな、ここに。暗闇耐性これどうなるんだろう。取っ払われるんかな、残るんかな、その感じ。120% 暗闇耐性とかにできるんかな、わからんけど。で、7強もあるので、7強に蝶つなぎ2つという、普通に火力覚醒かなり高めとなっておりますね。で、スキル内容は2ターンになりますよ。1ターン縮まる感じですね。うん、いいんじゃないでしょうか。バランスタイプ全パラメータが3倍で、火の2コンボでダメージを軽減し、攻撃9倍っていう感じになってます。まあもしかしたらシバドラとかのそういう編成のサブに1枚入ってきたりとかするかもしれないですねっていうところですかね。いいですね。蝶つなげ2個持ちの火。シバドラがいるんで強いと思います。はい。で、続いて武器か。こいつの武器が暗闇貫通武器になってますよと。意外とね、この耐性持ちと封印とバインドっていうところで結構ね、使いたくなる性能を持ってるんですよね。それが貫通になったのでより使いやすくなったかなと。まあスキルが溜まるとちょっと弱いので、そこがデメリットではあるんですけども、これ普通に攻略方面で使える場面あると思いますね。うん、なかなかいいと思います。はい。で、次がサスケですかね。サルトビサスケ。はい。毒いっぱい持ってるねってキャラだったんですけども、2A がプラス、キレツキは2つ、スキルプラス、毒とお邪魔の貫通になって、キラーは残って10強増えて、上学生スキルプラスここに追加されるような感じかなという感じですね。7強10強キラー持ち。まあ、耐性2個も見れるっていう強みがかなりいいんかな。攻撃力高いね。7096あるのか。なかなかいい。で、2ターンスキルで6回時間の、まあ、お邪魔とかを全部木に変えるよみたいな感じになっております。対戦2個目は普通に便利だそう。スキルもちゃんと4あるから、全然入ってこれるかなっていうところですね。まあ、木の列を持ってるので、そこを活かしたいかなっていうところにはなってくるので、どっちかというと、蝶つなぎ系のキーパーに入れたくなるのかなっていうところはありますね。リーダースキルは攻撃タイプ全般3倍軽減っていう感じです。まあ、リーダーとしてはあんまり使わないかなっていう。で、アシスト進化がこれ同じ感じよね。毒貫通よね。毒貫通封印バインドって感じですね。もう普通に強い。うん、全然使える武器になった。なかなか偉いですね。これは破格の強化もらったんじゃないでしょうか。で、次、ゼウスバースですね。
ゼウスバースってなんか何周年かのイベントで来たキャラだったっけ、7周年とかだったっけ。もうね、全然遥か過去の記憶なんでもう覚えてない。このルシャナとかもさ、強化されてるけどさ、これ周年系のキャラじゃね、違うっけかな。違ったらごめん、もう覚えてないので誰か教えてください。ゼウスバースってどのタイミングで来たやつだったっけ。スキブ4つになっておりまして、1個増えた感じか。で、指プラ残存で超つなげもらいました。2ウェアプラスにまとまりました。封印あって悪魔キラーあって、7強2つ変わらず、超覚醒にも超つなげが入るような感じになっておりますね。火力覚醒めっちゃ高いね。超つなげ2個で7強2つあって、何倍かさっき調べたんだけどな、 144 かけることの4で、これで576倍とか入るような感じですかね。で、悪魔タイプに対してはさらに5倍刺さっていくので2880倍。まあ 2way と一緒に使うことはあんまないかなって思いますので、すごい周回とか光で周回するよみたいな、超つなぎ花火でどうのこうのみたいな感じのところにもう入ってこれるかもね。ボスとかね、グラビティで 35% 削れるから、超根性取ったりするのにも便利だから、まあ、もしかしたら今後周回パにもう推理されるような性能になってくるかもしれないなっていうところですね。リーダースキルは HP 満タン時に攻撃が10倍ですよ、全属性攻撃と回復は2倍ですよっていう感じです。まあ相変わらず使いにくいリーダースキルをもらってるなと、あのエリスだったかな、あいつがこいつに帰ってくる気がします。はい、まあそんな感じですけども、次ミルちゃんです。あ、ミル入れてない、ちょっと待ってはい、ミルですけども、バインド封印、2Wayがプラスにまとまりましたよ。 L 字は2つで残ってます。これもさ、いつか圧縮されそうね。 L 字プラス絶対出るっしょ。で、10今日2つもらってますね。7強消えていきました。攻撃力に行ったか。で、S 級プラスのボイス変わらずと。超覚醒に10強見えてますが、まあ、もともと持ってますねというところですかね。10強3つの L 字。まあ、火力覚醒十分高くなったね。2way と L 字を両方ハイブリッドで持ってるのはどうなんだろうっていう感じですけど、どう消したいんだ、君はって感じ。まあ、どっちにも入れるよと。で、スキルがドロップロック解除、光とか行く75です。先生、ここら辺は変わってないですね。29.5 秒。ちなみにこの 29.5 秒って何なんですかっていう話なんですけど、月の満ち欠けの周期の話ですね。新月から始まり、三日月になり、満月になりみたいな、こうぐるーっと回って、もう一回新月に帰ってきますよみたいなのが、ちょうど 29.5 日。満ち欠け公転自体、月の公転周期が 27.3 日みたいな感じだったと思う。なんか資料貼っときます、ポンって。はい。で、地球も公転してるから、29.5 日で、ちょうどぐるーっと月が回るよみたいな、なんかそんな感じのやつだったと思います。はいはい、近くやってる方はなんかなんとなくこういうのを勉強するんじゃないでしょうか、知らんけど。はい、リーダースキルは回復5個十字消してダメージを激減します。あ、70%が75%になった感じね。で、4加算になってます。あ、コンボ加算増えており、光属性が20倍か変わらず、回復力2倍変わらず、操作5秒延長変わらず、まあ、コンボ加算と軽減率上がったねっていうところで、まあ、回復5個十字また来るかな。もう全然使わなくなったねっていう感じですけどね。はい、がミルちゃんでした。続いて、転生のルシャナですね。これも9周年とかで降臨しなかったっけ、このキャラクター。はい、スキュープラス、指プラ2つ、10強封印変わってないかな。覚醒は変わってなさそう。超覚醒スキュープラスもともとあるしな。うん、変わってなさそうね、この辺はね。で、ステータスとしても特にいじりはなさそうかなと思いますが、スキルが3ターンスキルで一旦落ち込んだし、操作の回復が2倍のロック解除、全ドロップ強化が入ってんのか。あー、いいっすね。3ターンで打てるし、軽く打てる全ドロ強、ドロップ弱化に強くてかなりいいと思います。うん、スキルもね、回復 L 字でね、7個最大で触れますし、全然サポートとしてもいいんじゃないでしょうか。リーダースキル落ち込んなしと、神と回復 HP 攻撃が3倍が4倍になりましたねと。5属性いずれか5個十字し1個につき3倍の石川さんは変わってないか。うん、そんなところですね。ちょっと HP 上がったよみたいな、まあそんな感じになってます。以上、ルシャナでした。サブとしてなかなかいいキャラクターになったかなと。で、これアテナは10周年、これはさすがに覚えてる、直近だから。これ10周年で来た降臨ですね。で、超つなげがもらえるのか、超学生に。お、火力として普通に周回系の火力になれるかもしれないね。で、スキルは15ターンで、これは変わらずかな。敵3ターン遅延で進化して、4ターンスキルでロック解除、火を9個。あ、ロック解除が、あ、いや、入ってるわ。ヒドロップ強化が入ったのか。なるほど。うん。まあまあ、いいでしょう。ないよりは、それあった方が強いです。うん。まあ、ちょっとした強化っていう感じですかね。リーダースキルは、火属性 HP が3倍になりますよ。7コンボ以上ダメージを軽減変わらずの、攻撃23倍。ちょっと上がってます。倍率上がっており。あとは変わってないかな。急降下して、どんどんコンボ加算。まあ、そんな感じですね。うん。超つなげなので、またこれもシバドラかっていう感じですけども、まあ、その辺でサブとして、もしかしたら周回で入ってくるかもね、ぐらいな感じですかね。
はい、まあいいでしょう。こういうなんか降臨系なので、まあ、誰でも一応手に入るようなキャラクターとか、まあ、昔からいるようなちょっと外れ枠だったようなポジションのキャラクターが強くなってて、なかなかいいかな。今後また発表されるみたいですね。サービス4000日突破の追加イベント情報がどうのこうのって言ってるので、また昔のキャラクターとかこんな感じでね使えるようになってくれたら、結構昔からやってる人も面白いですよね。ライダー系全部強くなるんじゃない、この感じだと。うん、またなんかいいですね。ライダーが使える時代とか来たらいいですね。はい。まあそんな感じです。どうですかね、皆さん。どのキャラクターに注目しているでしょうか。またね、こういうキャラ強くなってほしいとか、もしありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。僕は、アテナこれ火来たんなら闇と水もなんか強化来てほしい感もあるっていうところですかね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。